これからスタッフの皆さんと入りますね。ムスさん、何ですかこれ。我々はご家族を守る義務があるので。私がどんな人間か顔も目も見ずに心開けますか。次の取材、矢野先生の母親、これ軸にする。加害者と扱われた家族の視点、みんなに聞いてみてください。誰が本当の加害者か。メイ、私ユッコ、よろしく。熟成じゃまかないね。消毒かもな。うちは必要なんだって、この町の頃に。あと私らに。どうしたの。学校にも友達に追われたくない。お父さんにも絶対嫌だ。ひょっとして病院も連れてってくださったんですか。初見てたな。視点が生々しいっつか。根本的な解決じゃないよね。正論が最善とは限らないと思います。どっち側なんだよ。側って何。木下、木下。